日本ハムから阪神に移籍した片岡選手の話で思い出した、急遽。あのね、西森さんっていうその漫画作家の天使な子の前に来たでしょ。あれがね、結局その、まあ、うちと、うちの愛護者のジュリと、で、片岡選手の話やって。まあ、ツールっていう人物とちょっと関係あるかもな、じゃあ。で、シリーズを通して、片岡選手とアツール。トゥーフェイス、アツールな。で、あ、そうそう、脱法ロックじゃなくて、脱法ロックンロールの方な。脱法って。ロックンロールって言った。また映像あったら探しとくわ。どっかに絶対ある。アツールは持ってへんか。アツールは嫌がっとったからもしれない。なあ、この頭の形で自分のこと言ったら気にならんかったみたい。すごいね、そこがすごいね、あいつ。な。頭の形言うてもな、その、頭蓋骨っていうか、その骨格の話やから。どうしようもないやんか。自分自身の骨格、頭蓋骨の骨格な、をな、ディスれるってすごいよな、あつむる。で、片岡さんの話に戻るけど。なんだろう。なんてことだな。じゃあ、それってあれ、天使の子の前に真似してんのちゃうんで、ちゃうんで、それってあれちゃうの、あの、秀明さんのあの、なんかエヴァンゲルの真似してんのちゃうんで、ちゃうんで。例えば、天使の子の前にの、要するに主人公の、まあ、女の子の、付き合ってる女の子、ゆりっぽい話やねんけどな、あの、付き合ってる女の子の、ジュリそっくりやろ。主人公の方にうち全然似てん。まして、2階や3階から下に降りてスタッチなんか絶対できへんからね。スタッチ、あ、トンやからスタッチちゃう。それあれやな。江口武蔵の方じゃあ、ストップやるかも。あれで真似してんからって言われたの。実はな、ああいう作家たちって契約してはんの、フリーメイソンと。で、うちの人生のシナリオ書いてはんねん。なんか、会う人たちが書いたら、うちの人生めっちゃそれに影響されるのか、操作されてしまうねん。あ、言っちゃった、怖いねん。これ言うのうち怖いねんで。せやけど、そういう作家になるためには、その作家さんたち、悲惨な修行させられる。で、実は中山聖華っていう人は、うちの作家になろうとしちゃったけど、また修行中、もう悲惨な修行みたい。これ、ボソクソボロみたい。ああ、だから、なんつうの？忘れた、岡山弁の、あ、忘れた。飼育さんに教えてもらった。何やったかた。まあいいや。まだ悲惨やねんって。まあ、表面は普通かもしれない。ただ、毎日見る夢の中で、異世界に行って帰ってきてないみたいな状況になるんちゃうかな。それは、うちのその斎藤十一年っていう、斎藤龍明寺の修行と、まあ、よく似てるかも。もっとあっちの方がそういう、こんなことだってうちの操作できちゃうんやから。だからみんなうちの人生操作したかと、そういうふうに志願するしかないんちゃう。それにはロッジ入るしかないんちゃうかな。いや、ああいう人たちって、あ、今んとこ書くのやばいな。うん、やめとこう。だからそこのとこも CISB とか書かれてる可能性があるよ。だから、あのフリーメイソンジュニアに入るための試験期間で、キャンプさせる。で、じゃあもう入らんか。だって、もう、学校の勉強が大変って、みんな手に行って、もうそんな、あの、すぐにはなかった CISB の活動。もうやめたいって言って。二足のわらじ無理やって、ずっと中学の時に、中学に1年か2年かに、1年かな、1年の暮れぐらいかな。それぐらい大変に学校と知り合いする両方やろうと思ったら、みんなやったからね、すごいな。びっくりするわ。